はい、どうも、サオでございますと。ですね、今日は、状態異常がね、非常にね、対策をしないと厳しい時代になってきましたので、まあ、対策の方法はもう多分初心者中級者の人でも知ってるとは思うんですが、まあ、ある程度おさらいしてから、まあ、どれぐらいのリスクになるのかというのをね、解説していこうと思います。それではね、まずね、状態異常の対策をする、まあ、メタルキャラですね。対策をしなきゃいけないキャラは、まず、主にカールヘロンとオルリーになってます。この2体ですね。で、じゃあ、性能ね。現在は、これね、暗闇効果、高確率。これは間違いなく対策しなきゃいけないです。でね、対策するのは、まずアタッカーからですね。アタッカーが何もできなくなってしまうという状況がね、一番の、敗因になりやすいです。これは本当にやってくださいと。まあ、こっちはないんですけど、でこっちでプレビュー、これですね、麻痺一定確率、まあ、一定確率過去一定確率とは言ってないなので、まあ大体入りますよね、麻痺。まあ、これはね、カルマの頃から麻痺のね、リングをね、作ってる人は意外と対策しやすい、状態異常なんですが、まあここにね、カール君の全体感電一定確率で、高烈にヒットする、沈黙不要、一定確率が、加わってしまったことによって、どういうリングをね、目指さなきゃいけないのかというと、まあ、気絶じゃない、暗闇、麻痺、感電、沈黙、これ4つのね、免疫が必要になるわけです。で、まあ、プラスアルファでちょっとルークが流行り始めて、なぜか今バグ治ってなくて、後ろにあの盾、覚醒スキルの盾、気絶が加わってくるので、気絶、感電、麻痺、暗闇、沈黙、どんだけ対策しなきゃいけないんだと。で、スパイク来たら今度促進されますし、で、即死場に当たったらもうこれ、ほぼ倒せないんで、今即死場強いと思うんですけど、まあ、もうね、即死と、まあ、凍結は捨てて、いいと思いますね。10ある試合の中で、2ぐらいの、勝利を捨てるっていう話ですね。もうこれね、本当、まあ、いくら対策してもキリがないほど今状態異常が溢れてしまっている状態なので、まあもちろん今後ろのアタッカーに飛びやすいのは、この全体攻撃効率ヒットなので、まず暗闇は一旦置いといて、感電、麻痺、沈黙は、これは絶対対策すると。で、かつ今バグで、これね、4体攻撃もめっちゃ後ろに当たりやすいので、暗闇も対策しておかないと、なぜバグと戦わなきゃいけないのかわかんないんですけど、まあ、ちょっと2ちゃんのスレで、セブンナイツどういうゲームですかっていうまとめ見たんですけど、まあ、対運営ですって書いてあって結構面白かったって話はまあ置いといて、はい、僕のリング見ていきます、はい。キャラで見ていきましょう。はい。こちらですね、僕ついてるリング気絶感で麻痺暗闇、これでまあメジャーな状態以上3つ対策できる、これは神リングなんで、まあ、持ってない人は、まあ、感電麻痺は絶対、感電麻痺沈黙は対策しておきたいと。まあ、ここで感電麻痺のリングしかないっていう場合に、頼りになるのがこの、緑宝石、やっと緑宝石の話になったかと。これね、状態異常耐性20、50、20、20、これ 110%、まあ、100以上はキリストなんで別にどうでもいいんですけど、まあ、この緑宝石で、100% にすることによって免疫が1つ追加されます。でこの 50% ってついてるのは高級解放石で解放したものです。まあ、つまりは最大は 50%50% で2つの免疫がつけられるので、アクセで、3つ加工をつけて4つ目、宝石で2つつくので、まあ本当はね、最大6個の免疫がつけられるっていう、このね、すごい時代なんですよ。まあ、状態異常時代に対して、まあ、こういう風に対策も進んでいるってわけなんですけど、まあ、かなりコストがかかるので、まあ、まず目指すべきは感電麻痺で、沈黙。まあ、沈黙をね、対策しないとね、大変なことになります。これは、アリーナを見ながら見ていきましょう。で、まあ、宝石ダンジョンは、前の動画でワンパン攻略やってるので、まあ、クリアできない方は、まあ、これはね、クリアできるようにしてください。勝ちたいなら、アリーナで勝ちたいなら、これはね、もうね、そんなワンパンパーティー組めませんよ、みたいな、そんなんじゃ、もうこれ、アリーナ勝てない時代なんで、やってください。なぜやらないのかって話です。ここはもう、アリーナに勝つためには他のね、
サブコンテンツで使える、まあ、今回で言えばセット降臨ワンパンをねできるパーティーを育てるということはこの必須なので、これはアリーナパーティーを育てるっていううちに入ると思います。それもなのでこれはやってくださいと、まあ、長くなりましたがちょっとアリーナ見ていきましょう。ただねちょっと今ね勝てないんで、ちょっといろいろ耐久パー試してたらね勝率がね 20% 下がるっていうのは大変なことになったんですが、ちょっとやっていきましょう。で僕使ってるのはねこのね変速パーティー、前回でやった変速パーティーにちょっとスパイク加えてみました。これはね状態異常が盛んなので、凍結と対策できるオルリーがいないんじゃないかっていうのをね、狙ってスパイクにしてるんですけど、これ開幕でノーブルがこういう風に襲いかかってきたら、貫通ついてたらね1にされるんですよね。あ、今回大丈夫でした。はい、こういう風に暗闇はね対策しないとついてしまいます。もう絶対1人はつくね。で、まあ、なぜ沈黙がトップメタなのかというと、あのカールヘロン君が、弱点攻撃ついていて、先に行動するんですよ、僕も敵も。なのでこの最初に沈黙をこの魔法艦隊に入れられるとかなり勝ち筋が遠のきます。これはなので沈黙対策するとともに、オルリの全体攻撃の麻痺でカールの感電を対策しなきゃいけない。でまあ言ってなかったんですけど、僕のカールヘロンは今これ4、2ってなってますよね。光4の魔女についてるんですけど、これ聖女つければ、免疫2回つけられます。これ一番手っ取り早いです。なので、聖女を3セットを全員につけることと、宝石をやること、これは本当初心者には、手っ取り早く強くなる方法です。どんなに火力高めようが、状態異常で負けてしまうと本当に、強いキャラも無駄になってしまうので、そこを意識してやってもらえれば今の状況勝ちやすくなるのかなって思います。で、ね、この栄光をつかむやつねチャンスラー入れてやってみたんですけど、チャンスラーが解除してる時間自体無駄だなって感じるんで、ちょっとあれ微妙かも。ちょっとね凍結今刺さりやすいんでスパイクありかなと思ったんですけど、相手これ超凍結を対策している、していない、こういう風に刺さりますね。まあ、状態異常の、状況に合わせて、どんなキャラを編成するのかっていうのが大事かなって思います。で沈黙をね食らわなくなったんで、このオルリーは結構ちゃんと最後までてか多分この環境凍結と即死、まあ、状態異常で行動不能にならないやつ以外は対策できてるんで、多分凍結以外は本当にね、第1周目、カールが、実装された第1周目の週、第1周目は、沈黙入りすぎて、オルリーに、ちょっとカクカクなんですけど、沈黙入りすぎて全く勝てなかったです。もうこれは沈黙対策しないと、もうダメな状況なので、これは他の YouTuber さんも多分僕より詳しい方言ってると思うんですけど、これ本当に対策しないとダメです。沈黙。あ、オルリーが行きましたね。まあ、こっから、スパイクの遅延がね、襲いかかってくれる。オッケー。で、定時でカイルマンを倒してくれれば終わるんですけど、まあ、今回簡単な動画です。それだけの話。こういう風に、状態異常対策してればね、みんな最後まで動いてくれますよっていうね。ピンポイントに対策することが必要になってきます。ただこのセバスチャンの枠が今度ね、また別のキャラに変わりそうだから、これ状態異常増やされたらちょっとやばいぞって話なんですけど。まあ本当痛いのはカールヘロンの沈黙なんで、中枢を担うキャラは全員沈黙させられますね。で今はちょっとカールヘロン最速時期って言って、ネトマさんがカール引いてほしいから、カールの状態異常確率を増やしたりするみたいな、そういうオカルトもあるんで、まあ、一概には言えないんですが、まあ結構ね、そういうのもあるんで、沈黙対策は、非常にやっておけば、ありなので、勝率は上がります。マスターいけない人でも多分いけるようになると思うんでね、状態異常にもね、目を配っていただければという角度でのお話の、まあ、セット装備のね、またセット装備の話なのかっていうね、話でございました。はい、ご視聴ありがとうございました。